いやー、新宿でこんな海鮮食えるっていいな。あの、この台湾でも人気な日本の俳優になりますよって早替えしたら、うん、やっぱわーってなりました。ねえ。モノマネの女の子たちも好きなんだよね。いやー。お願いします。いやー。これは、前に誰かやったんですか？やった、ね、一発目らしいです。一発目俺で、俺をリクエスト。はい。お店も僕が海鮮丼食べたい。ここはあの来てたよ。自分もその夜飲みにとか、まあランチもボリュームすごかったんで、ね、来てました。久々に来た。話題のバッドボーイズサタとかよく来てた。話題の店舗もありますし、ね、あの一個も入れなくても2号店とか他の店舗も入りやすい。夜するんで。何食べますか。いやーどうしようかな。ああ、じゃあ暑いんでね、今日は刺身にしようかな。マグロ漬け刺し盛り食べたことない。これもう漬けが好きなのよね。もうマグロだけですか。それも何でもですか。何でも漬けが好きで。漬けもいっぱいのそのね。あの、ごまぶり系も好きですか？ああ、好き。ごま系、ごまさば、ごまぶり系な、はい。ちょっと、こんなん食ったことない。マグロ漬け刺し。盛りでしょ。はい。じゃあ自分は、鮭ハラス焼きいくらにしよう。あ、いくね、はい。すいません。あ、これはマグロ。黄色の日替わりで、黄色の部分。もあります、ね。はい、書いてないのが。のあるとですね。マグロ三昧定食もありました。丼じゃなくて。丼。右から右。しまった。向こう見てください。でも黒丼にします。はい。黒丼と、はい、焼き赤丼ください。まあ、俺らは、あれだもんね。あの、一時期もセットだったんですよ。そうです、ね。一時期セットで動いてたの。はい。動いてる時もありましたし。首相同士だね。あ、いろんなイベント出たね。そうですね。だからよく考えたらトランプさんでもあり、バイデンさんでもありましたから。バイデンがね、特に何もできなかったのは悔やまれる。今まで一応、現職ですけどね。現職なんだけど、バイデンは全部3倍にするバイデンとかね、そういうのやればよかったね。やばいデンっていうギャグも考えたんだけど、バイデン自体がこう、目立った動きがなかったから。はい。確かに。で、あの、そうね、岸田総理も、ね。はい。もうあの、細かすぎてやりましたし。けど、なんか目立った動きがないもんね。難しいですね。で、そうですね。あの、なんか、やっぱ難しいだと思うのは、めちゃくちゃ似てても、なんか世の中的に求められてなかったりもありますからね。そういう。ちょっとね、そうなんだよな。政治家ものまで、むずいよね。もう、塩梅が。だから、もう、だから自分に関してはもう他の身動き取れなくなるくらいし、もうやっちゃってますから。そうね。全ベッドしてたもんね。全ベッドしたんで。リオオリンピックで安倍さんがマリオで登場した瞬間に、あ、全ベッドするってことだ。2016年の夏に。あ、こんなに、こう世の中になるんだと思ってた。俺はトランプさんは途中から、やばいなっていうのは何回かあった、はいはい。水曜日のダウンタウンで、その横田基地で一番受けるの誰か選手権ってなって、はい、で熊田正史、ユリアン、俺と誰か行って、はい、でトランプさんの真似は、軍ではやっちゃダメだっつって。はい、一応、軍の最高司令官は、はい、あの大統領で。急遽、トランプ大統領はしなかった。はい、できなくて。のとか、あと、B リーグの、はい、なんか賑やかしみたいなのトランプ大統領で行ったら、ちょっとやっぱ、あの、選手によっては反トランプさんになって。なるほど。もう、マジ中指立てられたりとかしたんで。逆に、大阪の、まあ、仕事があって、終わりで、一人でその、もう本当、バーみたいな、スナックみたいなところで飲んでて、それに外国のお客様がカウンター隣だったんですよ。で、めちゃくちゃ英語で話しかけてくるけど、わかんないって、結局何やってんだみたいな、お前何なんだよって聞かれて、あ、日本のコメディアンだと。で、何やってんのって言って、
安倍さんの状態見せたら、そしたら本当に 米軍の方で、そこからずっとおごってくれました。こんな日本の総理に横で飲めると思わなかったよ。へぇ、めちゃくちゃ面白いじゃねえかよっつって。ノリがいいね。写真撮らせてくれって言って、写真撮ったりとか、家族に送るんだとか、その簡易的な安倍さんでしたけど、嬉しい嬉しいって言って。3杯、4杯くらいずっとごちそうしてましたね。いいなぁ。そういうのがね。俺中指立てないとね。そう、状況によってありますよね。うらやましいなぁ。今、一押しは。いや、もう、逆に、その安倍さんが亡くなっちゃって、もう見たいっていう人とか、もう会いたいっていう人の方が高まりすぎちゃって、全部その、やってくださいっていう形で来るので、オファーが。あ、そのオファーなんだ。はい、もうピンポイントオファーなんです。もうやってください。ぜひやってください。もしよろしければください。あ、そう。一応その一発目で、僕今年の1月に、地域おこし協力隊っていう制度で2週間福島県住んだんですよ。一きっぷりです。モノマネ連携で2人で2週間住んで、本当に安倍さんが訪問してた町、被災のところに2週間住んで、地域盛り上げに行ったんですけど。でも、すごかったです。もうその時でも、本当に安倍さんが回ってた町だったんで、うわ、懐かしいっていうのとか、もう嬉しいっていうので。なんかでも人助けだね、それね。それからかわかんないですけど、なんか最近福島の仮押さえがめっちゃ入ってます。ああ、そう。いい話だね。福島です。あ、福島で今、呼ばれやすいのかなと思う。福島の人たちもやっぱ、もう、安倍総理はやっぱ。はい。もう、いや、もうたくさんやっぱ来てたってことだったんで。そっか。いいね、それ。そういうのもあるので。ではね、ちょっとね、そういうのは、その心温まるやつはないんだよな。羨ましいな。もう言ったら、ある意味でもセンス系で、もう独自の、だって、やっぱり、今日も僕この後キサラ出るんですけど、キサラでも、RG さんと同じジャンルの人はいないですもんね。あ、そう。はい。でも、来たら落ちてるからね。ちゃんと俺オーディション行ったもん。いや、だから、あれはなんかまたちょっと違うじゃん。特殊で。そうね。もう、その場、あの空間で、座長がやっぱ店長で。そうね、そうね。それの回しの中で、面白く。来たら、で、どういうネタするの？あ、僕はもう、今また安倍さん復活したんで。ああ。それも、今、来たらで、うちの LED のモニターがあって、国会議事堂の A 出て僕登場するんで、で、曲流して。で、そこでお話と、あとモノマネがちゃんと復活した経緯とかもちゃんと説明して、あとに、で、あといろんなモノマネ、今から、顔までメドレーでいきますって曲流して、バーって変えて。いや、どんちょ、鉄板だったもんね。すごかったもん。安倍首相で、なんか行って、安倍首相に戻ってっていうね。それをやった後に最後に、じゃあ、締めで一曲歌わさせていただきますって言って、で、ハーモニカ出して、ちょっとトラブルさんのロードを歌う、最後歌うっていう、それハーモニカバーッと吹いて、ちょうどお時間となりました、ありがとうございましたっていう、スパンス、歌わずに吐ける。そう。ロード、俺もお世話になってるから。ロード。花ロード。花ロードですね。花ロードでお世話になってるから。ロードはね、心打つよね、みんな知ってるもん、ね。みんな知ってるんですよね。それを、もう、ブルースハープを異常にうまく吹くっていうので。あ、そうなんですか。はい、そっちができるので。でもやっぱそこを助けてくれるのはやっぱ、安倍首相は。もう、そうですね。もう、どうするにももうそう、それが軸じゃないと、もう動けなかったですね。でも、活動できなかった時は、安倍博さんの方で、軸にして。東大行きね。はい。で、安倍博さん登場で、いろいろまだやってとかもできたんですけど、いろんなモノマネの人と話すんですけど、やっぱ一本軸を作った方がやっぱいいなっていうので、急に今ジョニー志村さんがタモリさんで、めちゃくちゃすごいじゃないですか。すごい。でジョニーさんがでもめちゃくちゃいろんなことできるし、なのに、こういう来てタモさん一本で一旦振り切ってとか、で、まあレッツゴー君も志村さん以外もめちゃくちゃうまいのに、まあね。志村さんも大きい画を置いてとか。うわぁ、最近のシリーズね。最近のもう。でもそれの、
先駆けというか、一つ軸を置いて、それで、その状態でずっとやりとりができる。平場それでいけるっていうのが、多分、まあ、チョコプラの松尾さんのIKKOさんだったりとか、あれね、あとはもう、シャチホコくんのアッコさんであり、まあもちろん JB さんの松本さんでもあり。ちょっと、自慢していい？はい。俺、モノマネすっげえ最近調子よくてさ、はい。日テレもさ、日テレも MVP とか、はい、もうここに来て何年皆さんあそこで MVP 取りたくてやってるかってやってんのかって話だよね。もう取ったら泣くじゃんみんな、はい、堀さんとかもね、みんなやっと取れましたって泣くじゃん。そのとこ俺 MVP とか絶対取らないと思って帰ったんだ。帰っちゃったんですか？帰ったんないと思って、はい、なんかその何だろう、ハーモニカの応用みたいなしかやってないから、はい、取れるわけないと思って帰っちゃった。なんてことしちゃうんですか。みんながさ、泣いたり、例えば霜降りが取った時はさ、コロッケさん新しいモノマネのためにありがとうなみたいな感動の感じ帰っちゃった。やばいなぁ。いやでもその時の優勝した時のネタも品川プリンスシアターであったりします、はい、あれ何年前、10年以上前。もうそうですね、10年くらい、ね、10年以上前。そこでもう本当オープニングのオープニングで細々やってた女子12学部の音真似とかを、はい、もうないですよってやっつけで出した。それで受かって、まあ、優勝できたけど、やっぱ古くからやってたのって助けるよねっていう。でしっかりスタッフさんも忘れてますよね。忘れてる。そう、それはある。ここでやったからやめとこうと思って、はい、実はない。はい。もう焼き直しじゃなくてまんまで出しても忘れてます。案外知らん。細かすぎてのおっしゃるのもそうですもんね。もう案外し、あ、覚えてる。うん、ちょっとこのチャンネルだから言うっていうのはない。うん、モノマネの女の子たちも好きなんだよ。いや、これ、言っていいですか？女芸人と女モノマネ芸人で圧倒的に違いがあって、うん、女モノマネ芸人は、女を捨てないんですよ。女性としてもうずっと、やっぱ、綺麗に可愛くずっと見られたいっていう。見られたいってあるんだ。はい、やっぱ女芸人だと結構、もう、そこ振り切って捨ててバラエティ出ちゃう人多いんですけど、女モノマネ芸人は絶対捨てるんですよ。だからずっといる気あるんですよ。あ、そう。俺なんかさ、もうほんと見てないと思って言うけど、はい、小出真帆ちゃんとか、すごい。だから、一緒に旅行とか行きたい。小出真帆ちゃん謎の人気あって、人気ある、人気あるんですよ、謎の。そうか。で、あれ小出真帆ちゃん、今、新橋のスナックで働いてます。うん、そう。玉袋さんのとこだったって思ってた。そう。なんか、マッチングアプリとかで、ね、めっちゃやってるっつってね。はい。でも本当に、なんか、まあ、彼氏と、その芸人だったのかな、なんか別れてからもうマッチングアプリでやりまくってる。でもチャンスさんからのはもう断ってました。チャンスさんって。チャンスさんが好きになっちゃって、一緒に困ってすぎるでやってたら。あ、そう。そう、なんかね、あとね、だって、あと誰あとは、まあ、まあ、結婚しちゃったけど、はい、結婚。石出ちゃん。あ、石出ちゃんもね。ジブリの石出ちゃん。石出ちゃんも可愛い、なんかね、可愛い。可愛げがある。すごく可愛い。キャラクターみたいな。インスタでね、なんか、スカートビャーとかやってさ。でも、足のももパンパンのやつとか、いや、エロすぎたんだよ。いや、エロくないですよ、あれは。エロすぎたんだよな、あれは。石出ちゃんのはエロくないですよ。エロくないなんて言っても、また失礼かもしれない。そうそうそう。なんかね、あとなんかみほとけちゃんとかね、あの辺もね。そうですね。だからもう、やっぱり芸人さんではない感じなんですよ。違うんです。はい。だから、そうですね。お待たせしました。どうもー。はい。はいはい。焼きあかです。はい。焼きあか、うーわ。これで漬けですか？すごい。うーわ。うーわ。
最高ですね。これはすごいっすわ。久々に。最高ですね。ありがとうございます。すみません。醤油もなんか、種類あるよ、ほら。わ、わー、醤油も、すごいっすよ。紫極み。極み。うん、身を尽くし。いや、これすごいな。これはちょっと見せたいな。これ見せてもいい？いや、でかす。いや、すご。いや、熱？分厚？いただきます。うわ、すごい。いやー、新宿でこんな海鮮食えるっていいな。ありがたい。うん、うわ、美味しい。すごい。カラフの油がすごい、プリップリの、うん。吉本一時期ね、映画付いてたんだけどね。そうですよね、まあ、もう。100本映画だなんだっつって。やってましたよね。みんな国際映画祭だっつってね、いろいろやってたの。全然なくなっちゃった。今年って映画祭あったんですかね。うっすらや。うっすらですよね。2日ぐらいね。2日ぐらいやんだよ、なぜかしら。でも人気者だけ行くって。あ、なんか周りでもあんまり、行ったっていう話聞かなかったんで、うん、もう若手だけ。なるほどですよ。で若手の人気な。昔はね、はい、10日間ぐらいね。僕もめっちゃ行ってました、過去で。もう、いっぱいだから、あの時は。もう。もう、なんだったのあの時期の芸人、もう沖縄へてってなってた。はい。今行きたくてしょうがないですね。ね。全然いないもん。沖縄花月に。月1回行ったら必ず。いや、本当ですよね。ね、僕も一時期、こんなに沖縄別にもういいやってなるとは思わなかったんですけど、ね、うん、あの、食べ物飽きちゃうんですよ。うん、わかる。すごい贅沢なことを言うと、沖縄って。何食べるってなっちゃうって。逆にチェーン店行ったもんね。はい。うん。もう。沖縄そば食べすぎて。あったなぁ。懐かしいですよね。そういうまた万博の時にあるんですかね。モノマネ稼働結構あるんですかね。万博でモノマネ？あ、いや、世界のモノマネ。大阪万博。今から多分世界で受けるモノマネをやっぱ作っといたら、うん、めちゃくちゃゴッドタレントも今盛り上がってますし。安村とあるイベント一緒に押さえたんだよ、やるって、はい。イギリスの仕事入ったっつって。バンバン。すごい。どこからオファー来てるんですか？イギリスから来たって言われたら断るしかないの、これ。はい。すごいよ。ギャラってやっぱ高いんですかね？どうだろうね。どういう感覚なんですかね？全くわかんないですよね。ゴッドタレント自体は多分そんなくれないんじゃない？さすがに。もう宣伝というか。なるほど。だから僕、うん、ちょっと前に台湾行ったんですよ。おで、それは、それこそ安倍さんの銅像が世界で唯一台湾にだけあるんですよ。で、それを僕が訪問しに行くっていうのを、クラウドファンディングでお金募って、うん、渡航費と、あとカメラマンさんを連れてくので、その二人分でお願いしますってやって、すごい。すぐバーって集まったんですけど。で、台湾行ってそれロケするだけだともったいないんで、うんうん、台湾住みます芸人の漫才ボンボンさんって方がいるんですけど、吉本ってさすが、もう幅広いんで。さすがだな。で、そお願いして、うん、あっちのスタンダップコメディショー出てきました。おぉ。で、行って、で、何語でやんの？中国語になっちゃうので、うん、その、漫才ボンボンさんのミキさんっていうのは、そのボケの方に最初出てきてもらって、うんうん、今から出てくる芸人は、その中国語喋れないですっていうのを言って、うんうん、で、まあ僕が出て、喋って通訳っていう形でやったんですけど、モノマネ文化がなさすぎて、うん、出てきた瞬間に、すごい、うわーってなってました。あ、本物なんだ。テレビでは、モノマネって見ることはあるらしいんですけど、うんうん、生のライブで、モノマネでそっくりで登場するっていうのとかを体感したことがないらしくて、うわーってなってました。みんなびっくりしました。あれなんだろうね、俺も、プサンコメディフェスティバルに出たことあるんだけど、はい。俺と熊田正史、キートンさん。はい。
で、またすごい。すごいメンバー。でね、俺マイケル・チャクソンっつって、マイケル、マイケル・チャクソンバッドの中にお茶の名前入れ込むっていうネタをやったんだけど、はい、そのネタの内容とかもどうでもよくて、マイケル・ジャクソンで踊るやつが出てきたっていうのでめっちゃ盛り上がって。踊れないじゃないですか、マイケル・ジャクソンばりに。全然踊れない。やばいじゃないですか、もう。もう振りかぶりすぎて。振りかぶりすぎたけど、でマイケル・ジャクソンバットが流れたけど、みんな、うわぁ、見てないですよ。聞いてない。そう。そう。なんか、ないんだろうね、モノマネ。多分ないんだと思います、本当に。笑いとして。すごい面白いなと思って。なんか、鉱脈があるね、そうやった。はい。で、台湾なんと、なんと、安倍博さんも超人気なんですよ。チャンス。CM やってるんですよ、あっちで。マジで？はい。チャンスだ。台湾で、美味しい。台湾チーって言ってました。YouTube で見ましたよね。行け、もうほぼ行けやすい。で、だ一応その、スタンダップコメディで、そのまあ日本の総理から、うん、この台湾でも人気な日本の俳優になりますよって早替えしたら、うん、やっぱわーってなりました。すげえ。そういうのはできたんで、ちょっと、もう今後、台湾も見据えて。なんか、まあ、北京住みます芸人でしたっけ？募集、もう募集した募集する、して今後するみたいなことじゃなかったっけ？俺結婚してなかったら絶対行ったけどな。てめっちゃ楽しそうやん。漢字券は、漢字で書いてあるから、電車とかも何も困らず乗れましたけどね、本当に。台湾は？台湾は全く、あと、まあ、単純に新日なんで皆さん優しいですし。北京は一回行ったんだけど、はい。逆に英語を喋んないから、はい。もう全然伝わんなくて、うん。大変は大変だったけど、めちゃくちゃでかい都市自体が。うん、いや、楽しそうだなぁ。北京住みます芸人。ちょっと離婚したら俺、もう、立候補しますわ。大丈夫ですかそれ。一応、抑えてるます俺。いや、もう やりたい。なんか、チャレンジしたい。でも行くなら今しかないですもんね。まあね。でもなんか年齢制限があった。確か40までとか。なんかあったり、うわぁ、ちょっとでも楽しそうかなと思って、もう安村の活躍を見たら。確かに。ああ。で、俺ちょっと実は海外向けものまで。作ってるか。俺ジョブズがあるから。すごい。俺ジョブズ持ってんだよね。ジョブズ利権。日本のジョブズ利権。怖いなぁ、でもなんか。どう言われるのか。ジョブズ家。ジョブズは、確かにジョブズが死んだ、亡くなってからはちょっと、やっぱり、抑えたけど、やっぱもう、まあ安倍総理もそうだけど、ジョブズはもう歴史上の人物だから、はい、権利とかないから。ね。俺ジョブズでちょっと、いろいろやろうと思って。海外ジャンレのやってるんですよ。おもろい。ジャンレ、レオンで。なるね。俺、この間に、やった、なんだっけ、マーベルかなとね、はい。チャンシー。マーベルでも、セブンバイセブンの玉木さんが、マーベル権利うるさいよって言ったんですけど、いや、玉木さんには大丈夫だと思います。そうそう。そっか。後々売れてきたりするとめんどくさかった、はい。スターウォーズね、俺、中ばっかのものまね、はい、超やってた。はい、でもうるさいからって結構、できなかった。細かすぎてでも、ルークが、他の星に旅立ってしまい、寂しそうにそれを眺める、中学科の声、つって。でもそれも、それは、全然浮かんなかった。やれるはやれるんですか？見た目とかに、あれだったら。なんかね、でも、スターウォーズうるさいって聞くんだよなぁ。スターウォーズがなんかちょっと、だから俺諦めた。中盤か。特に見た目。ちょっとでも寄せるとなんか言われますよね。良くないよね。もうほんと、音楽と一緒ぐらいうるさいって言った。今後、企画で、やりたいので、営業芸人ワングラブリみたいなやつ。うん。
営業ネタばっかりやるみたいな。うん、なるな。一応、レジェンド営業芸人で、ちょっと熊田先生にちょっとデモンストレーションしてもらってみたいな。はいはいはい、これが営業だ。これが営業ですと。なんかそれで、それこそいろんな社長さんとかが、呼びたいみたいな札あげたら、すぐ吉本のマネージャーが走って、連絡先聞きに行くみたいな。スター誕生だ。スター誕生もやりたいんですよね。いや、熊田正史はそういうとこをくぐり抜けて、はい、まず、その吉本とその会社のお付き合いが始まるぞっていうとき、まず熊田正史送り込まれるって聞くよね。はい、でもさすがだなと思ったよ。でも特に、闇営業騒ぎにあの人巻き込まれたから、はい、闇営業騒ぎちょっと開けて、闇営業騒ぎ開けてコロナ入る直前の頃、一番、はい、今から頑張る。頑張らなきゃいけないっていう時の熊田さんはもう一緒に営業行ったら、もう、写真撮りましょうみたいな。一人一人で、桑田正史タオルですみたいな。またお願いします。あ、直接、やりそう。で、LINE 交換しましょう。あ、ここまでしなきゃか。この間も勝見さゆりさんと一緒に、60歳、はい、勝見さんも60歳なんか でっかい職員関係のなんか営業で、はい、そこね、芸人数組呼ばれて、みんなでもうそこでステージやればバーって盛り上がるだけなんだけど、まあもうサービスするで、なんか中継も行きますみたいな、はい、若手が行くのみたいな、んで盛り上げて社長と写真撮って、で自分ならなんか連絡先も渡して、そこまで裏もやらなきゃいけない。すごいすごいですよ。うん、もう、社長っすもん。やっぱり一人の。やってることは。はい、うん。ちょっとね、吉本文化でそういうのするのかっこ悪いみたいなね。はい。言われるのはあるんですけど。もう今の時代は。言ってられへん。もう、自分でやって、行くしかないと。言ってられへん。美味しそうだったら、ね、最後いくら丼で行きました。さすがめっちゃいいよ。まあ、でもすっごい、すっごいごっついマグロ。ごっついマグロで。漬けと思ったけど、漬けじゃないぐらい、なんか、いや、なんかそんなその、漬けてないというか。さっとな感じ。さっとなのかな。そもそも漬けてないのか。そもそも漬けてない。あ、そうや。え？そうなの？漬けとは書いてあるんですね。騙された。でも聞いたことないですね。マグロ漬け刺し、聞いたことないですね。刺し盛り。でしょ。ああ。自分で漬けてねってことなんですか。うわ。でもこういう、あれってどうなってんのみたいな芸人になりたいよね。ね、そうですね。で、最後、トンネルさん方式で、したっていうか。はい。美味しかったですね。はい。したらあざしゃん、あざしゃん。これ、高さんの拍手の仕方。ちっちゃいの。みんな見てるでしょ。